お疲れ様です。今日はですね、アップデートが来ましたよということで、なんか体はめっちゃ変わったんですよ。もう変わりすぎて、まあすごい神楽しい。本当に学校も休んで、バイトも休んで、仕事も休んで、みんなでレッツクラロワっていうぐらい本当に楽しいです。紹介していきます。まず進化しました。はい、4枚ね、スケ、バーバリアン、ロイジェ、ロキゴ、まあいずれまた増えていくと思うんですけど、まあ、一旦進化したよってことで、ちょっと今日は進化スケルトンをね、みんなに見せようと思います。まあ進化って何ぞやってあると思うんですけど、まあそのままちょっと見てもらった方が早いかなということで、で進化はね、方法があって、でこの進化、まあ限界突破って言うんですけど、限界突破は、まあ、しないといけないんですよね。はい、で限界突破したカードは左上に置くと、もう試合中にね、その能力を発揮できるんで、デッキ入れてるけどなんか限界突破しないなっていうのは、ここの左上に置いてないとか、あとはまあ限界突破まだできてないっていうことになります。はい、で限界突破する方法は、めっちゃ近道最短は課金です。はい、なんかでっかいセールあったんですけど、もうそれ買えば1コロです、ワンパンです。はい、であとそれ以外にはこのね、ワイルドシャード、限界突破シャードっていうのを6枚ね、1キャラにつき集めたら、それは限界突破可能ですよっていうので、まあこういうセールだったりとか、あとは宝箱、はい、このキングの旅路の宝箱だとか、まあ今来てる、チャレンジだとか、まあそういったね、いろんなところで手に入るので、まあ、ゆっくりしっかり集めていくのが大事になっていくのかなと。まあ15レベルとか来たんですけど、まあ半年後に実装、この伝説の道ではね、一応こっちなんか7500から9000が解放されました。みたいな。皆さん、サイトトロフィー9000です。おめでとうございます。はい。ってことで、まあ、9000いける。こっちでは、もうレベル15ね、解放されてるんで、俺は金の力で勝つんだって方は、ぜひね、もう9000いっちゃってください。はい。ってことで、まあ、一旦ね、ちょっとスケルトン触っていこうかな。ちょっと今回変化が多すぎて、ほんと、1回の動画で全部やっていくっていうのはね、もう頭パンクで、わけわめみたいになっちゃうんで、一回今回スケルトン編ということでね、はい、やっていきましょう。で進化というのはね、試合中に何回か使うと、まあ、その何番目かにその限界突破してくれるよみたいな感じです。でチャンピオンみたいにボタンとかはないんで、まあ、そこは楽ちんかなって思います。はい、でスケルトンだとこれ見てもらえれば分かるんですけど、ダイヤが3つあるんですけど、これ3回ね、3回スケルトンを普通に使うと4回目のスケルトンが限界突破しますっていう意味ですね。なので、まあ、本当に言ったら今まで通りです。別にこの辺は何も変わらないです。この辺今まで通りで何も変わらない。うん。これ1回目です、今。今1回使いましたねって感じ。あと2回使ったら、3回目が、今からね、限界突破スケルトンになります。で、限界突破スケルトンの能力は、能力はね、ステータスは変わんないんですけど、もう攻撃すればするほどね、増えていくんですよね。増殖です。増殖野郎になります。ああ、それはね、ついていけないね。相手めっちゃ回転速いですね、オールブレイカー、これ。やりこぶコウモリ。なんで、まあ、多少ダメージ受けながら、マジアチャで頑張りたいねーって感じかな。わあ、すごい。で、これで、今、2つ溜まってんで、3回目これ普通ですね。溜まったらね、音も違うんですよ。聞いてみてほしいんですけど。なんで分かりやすいですね。まあ、知らせてくれる。で、対戦相手とかも分かります。このカードが進化するよとか。なんかマークが出るんですよ。今3回使ったんで、次ね、限界突破しますよ。バレてた。さあこちらこんな感じでね、キモくないさあ攻撃して、めっちゃ増えてるでしょ。増えてやられてを繰り返してるんですよ多分今。まあ、ステータスは一緒なんで、ウッドでもワンパンだし、ザップでもワンパンだし、ポイズンとかにも弱いみたいな。そこには変わりはないんですけど、今のやばくない？なんかもう理解が追いつかないですよね。さあマジアチャさん、今日待ってね普通にマジアチャも強い、今までどおり。さあグッドゲーム、まあ、みたいな。ちょっと今の一瞬だけだとね、また
難しいかもしれないんですけど、まあ、別に本当にウッドとかザップとか、まあ、そういうクエイクとかを普段から使ってる人からしたら別に何も痛くないと思う。わかんないけどね、僕普段呪文ないデッキ使ってますだとか、なんだろう、ゴーレム使ってます、エレジェイ使ってますみたいな、なんかウッドとかザップとかね、そういうのもないデッキとか使ってる方だと気をつけないとね。気づいたらバニスケルトン100体いるとかありますから、危ない危ない、怖いですよ、どうなるか。はい、スケルトン1回使いましたっていうので、スケでタワー折られる時代が来ましたからね、皆さん気をつけないと。冗談じゃなくね、あー、トゲン使ってくれたのでかいっす。バルーンつけるコツとか足りない、やられるんかい。さあタル、まあ脆いのは今まで通りなんでね、これで2回目です。ほっ、だからスケにウッドを使わせてみたいなことが可能になってきますよね。ゴブリンバレルのゴブリンとかギャング縦線の枠がスケでもぶっちゃけいいみたいな感じですよね。これやりすぎかな。まあ構えてましたね、さすがにこれは。いやでも強い。さあバルフリ、いやースケ増殖させたいな。タルだし、タルババ咲いた後のランバーもいない、ボーラーも、いやむずいか、そんな状況。いい感じにね噛み合ったらすげえ強そう。さあちょっと受けがないです。まあ負け筋はインドラだけかな。でも限界突破したいっすよね。あ、してます、来た。一応ランバーはね、あのそのレイジでスケやられちゃうんで増やせるんですけどね、するんですけど、こんな感じであれにタルを使わせ、ウォールブレーカーを刺したかった。なんかむずい、変に使おうとしない方がいいかも。今まで通りやって、あ、たまたま限界突破したラッキーぐらいでも正直全然強いと思う。チャンピオンみたいに考えなくていいっすね、そこまで。まあなんかほんと極めて極めて極めたりすると、いやここはダメだみたいな、ここはあえて限界突破のためにスケルトンを使わないでみたいな、ありそうですけど、まあ、一旦はただの骨ですから。きつそう、うわーなんか嫌だね。いやーいいよ、なんか苦しそう。まあ相性がいいっすね、まあ、これに関してはね。これボーラー後ろ向くよ、向いて、あ、限界突破スケルトン出番来ちゃう、来そう、来ない。見る、はい、増殖だけマジヘッドコに見えるな今の。まあスケですから別にスケルトンにそんななんかね希望抱くもんでもないし、ただのスケルトンですよ。まあ俺はもう負けろがむずい。シャレオツドリーム、うーん、芝取るね、これやばいね、冷静に。
負ける方がむずいって言って負けたらどうしよう。はい、まあでも対戦相手によってはね、もう限界突破がもう意味ないみたいな、今回は別にほぼないようなもんなんで、だからまあ限界突破したんですけど、4枚カードね、対戦内容次第では本当に今まで通りと変わんないっす。まあ刺さるときは強いよねっていうのが、まあ、限界突破っす。なんかめっちゃ強い、もう本当に4種全部ぶっ壊れ感みたいな思ってたんですけど、そこまででもない感じはしてるんですよね俺的。まあどれも強いんですけど、まあなんかチャンピオン出てああぶっ壊れやんぐらいな感じな気がしてるけど、まだね使い始めてすぐだからそう思うだけであって、また明日になったら、いやもう今すぐ顔してって言ってるかもしれない。そう、まあ、よくあるマイティデッキですね相手は。いやめっちゃいいリガー、それやばいね、全部受ける。めっちゃ当たってるけど暇だな。悪撃ホグかディガーか。さあスケルトン今1回、これディガーとかにはちょっと良さそうっすよね、まあ、ウッド打たれたりポイズン打たれるならあんま意味ないけど、さあもう2回っすね、1回使ってその後が最強です。これはまああのクエイク打たれちゃうんでね、ポイズンなのかな。お、なんかラッキー。さあ元気、あ頑張れよマジオちゃん、次使ってさあ限界突破早くさしてえな、限界突破に飢えてる。あさあ削らせていただく、いやロケとかあんのかな、ロケとかだったらちょっと安っすね。まあ一旦ね、これ次です。はい、次限界突破です。だからポイズンですね、そういえばこれ、あこれポイズン打たれると意味ないんですよね、スケルトンですから。意味ないこともないけど、まあ意味ない。あれなんか一瞬ディガーに向いてなかった、裏切ったな。さあ削って削って削ってなんぼ、混じって混じって混じってなんぼ。いいね、いやー混じっちゃ強いや、ウッドまで行きたい。ここの攻めスケルトンとかも強そうですけどね。あこれはいっちゃって、いっちゃって、いっちゃって、ああめっちゃいいそれ、俺のスケルトン限界突破がこんな形でやられたらさ、もう楽しいよ。お、やばい、あこれゴブリンで、いや偉すぎるその警戒は。いやーまあさすがにマジエチャがね、いやーそうなんですよね。いやスケルトンそんな強くねえか、もしかして。あれあれあれれれれ、なんか意外と俺が悪いのかな、なんか
これだと限界突破スケルトンの良さが伝わんねえ。お、いや、じゃあいいスキル、いやもう全然あるよこれ良さをね。やっぱロケコかな。さあこういう相手にはいいんじゃないですか。絶対雪玉使わせられる、限界突破で。さあジャイスケラーかな多分。おー、ババはね、あでも上にねマーク出るんですよ、なんか黒ダイヤみたいな、ダークエリクサーみたいな。このカードは限界突破カードですよっていう。でもそれがないんで、ただのババっす。ただのババって言い方悪いかな。今までの弱っち。黄色いだけ。ゴルナイの解雇感。まあわかんない。進化されたらめっちゃ強いかもしれない。マジ避けてほしかった。ちょっとやばい。ダークネがやばい。まあまあ。スケの火力でね。まああんま頼るとかできないですよね。正直。まあ、相手限界突破ないのは幸せですけどね、俺からしたら。相手してくること一緒っすね。ボーラーで後ろダックで出してジャイ。もうそれしかしてこないんですよね。うわぁ、それめんどいな。俺のマジの中道が悪いんだ。限界突破？うん。はい、餌餌が流れます。マジアチの位置悪いな。これもしかしてさ、スキルないのかな。こんな感じでないとかある。スキルないなんだけどね。そうそう、さあまあ一旦耐えつつ、右サイドもちょっとね怖くなってきて、うわ、でけえ。うえい、限界突破よこれが。ちょっとだけスケルトン増やす増やすだしあれ、ちょっとだけだけどね。いやマジ、いやあれ、なんか限界突破弱いみたいになるじゃん。そんなことないと思うんですけど、まあでもなんか今までなんだろう、もう超絶ぶっ壊れじゃなくて良かった気はしてるんですけどね。ぶっ壊れの時もあるんですよ本当に。
さあギガゴブリン流行りですよね。老朽砲とか持っといてもいい気もしたんですけど、まあ、まず限界突破してない人も多そうですよ。うっ、あー M 悪いね。あんちゃんちゃ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 、これメガナイトかもしれない。 M ケーズシティはメガナイトの街ってことですよ。あ、飛んで欲しかったな。危ない。さあメガナイトオールブレイカーのガゴだ。コウモリはよくいるっすけどね、ガゴは珍しいっすね。キング起動したいよ。やべ、全然こんかった。ガゴで悪いっす。あ、ゴブリン、おお、たまたまラッキー。あ、ゴブガゴかの U のね、だいぶ昔の呪文。ザップだけっすね、絶対に。読み、あー、まあしゃあない。小銭稼ぎ。お、最強スケートなんですこれ。ザップ打たれるかな、打たないで増殖で。でもそっちにザップ打ったらこっちもあるよっていう、このでこのスケートもちょっとうざい。うざくねこれ。増えてもっともっと、なんかなんだあれは。なんだ、お、うわ、すごい、すごいことなってる。でもすごくない。理解が追いつかない正直。理解が追いつかないでしょ。マスケゴブガーはね、打っとっちゃよかったな。禁忌してないんだね俺、やばいな。一番最初にしなきゃいけないんですよ禁忌動画。限界突破にも気が散ってる。限界突破、ゴブリンなんですよね流れだと。なんかすごい、なんかいじめっ子みたいになってる。でもなんかスケルトン すごいな。こっちが理解すんのに苦しむ。裏かなこれは。おい、めっちゃ入ってるよ、くね。あ、でも俺のも入ってる。おう、毒消えた。ああ、それは上手。さあ守って。あぶねえ。いやでも気持ちと程度ね、限界突破してます、してます。これが限界突破、限界突破。相手もびっくりしてたやん。
こういうことなんです。あ、ゴブリンバルの防衛とかちょっと強そうじゃない。限界突破したらさ、まあ、結局プリンセス、あ、今多分限界突破のマーク見えておっとって言ってるっすね。こいつ早い、絶対廃課金者やって思いやがったな。だって限界突破したいもん。スパステルアイです。おー、ギャング型ね。スケルトンの方がいいんじゃない。限界突破した方がいいんじゃない。正直した方がいいと思いますけど、ね、キング起動もしたいな。インフェ、おお、インフェ効果2。マジアチャゲして、マジアチャのことしか考えてね。インフェミリ残り、これさすがに読まれるっすよね。ふっ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 、おい、君はねうまいとね思ってましたよ。絶対そういう警戒がねしてくる人だと思ってました。入りそう、アイスピン、あー、セクシープリンス転がす、うん、あ、増殖あります。読まれてそう。うわ、はみ出てよ、もっと。なんかつうめえな。元気度したっけ、してね、やべ、元気度してねえの、やべ。25月ね。いや、マイティ5月より絶対勝ちやすいはず。今からいきます。あのインフィアだな。めっちゃ先置きしてくんな、インフィア。結局マジやっちゃうよねって思われたかな。あー、それつえ、いやーでかすぎる、それ。強制マジアチャ小僧です。ここにギャング、いや、プリンセス横のあれ射抜いとるやん、やばくね今の。インフェやばいな。おい、じゃあしてなかった、危なっ危なっ、神社のはずなんだけどな。限界突破、限界突破、スケルトン。でも頼るのが良くない、本当に。今までスケルトンでさ頼ることあった？ないっすよね。別に期待してないっすもん。で、期待するからダメなんですよ。その期待すでに使うスケルトンが活躍するのが強いんです。そういうこと。期待しすぎなだけ、みんなが、特に俺。やっぱロキコか。ああ、モンクロイね。ちょっとむずいやつね、マッチング、これ。マジアチャがね、
射抜く。あれ思ったより足んなかった。いる一応。はい、今2回。もう1回で溜まるよ。これウォールブレイカー行くとユニットがウッドしちゃう。この D がめっちゃいい。うん、トリトンめっちゃ強いやん、お前。さあ、耐えて、文句がね。いやー、上手。自分で言ってく男。いやーさすがにトリトン来るんで内側でトリトン対策して削っていきます。来た、限界突破スキルト。これさすがにバレるよな。です、ライトかな、ファイボかな。ファイボはやだ。ギギ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 ギいやめっちゃ強いやん。そうなのよ、これよ、強いっしょ。はい、ケースなんです。ちょっと限界とかめっちゃ楽しいやん。いやスキルとネタ折れる時代でさ、皆さんも限界トップシャードで頑張って集めてやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。